こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今回は大洲市におけます新型コロナウイルスワクチン接種の状況についてご説明をしたいと思います。はい、こちらの図をご覧ください。大洲市のワクチン接種状況についてですが、まず4月の25日に975回接種分のワクチンが到着をしております。そして4月の26日に高齢者施設入居者への接種が開始しました。5月1日には975回接種分が到着し、そして5月6日には1950回接種分が到着をしております。翌5月7日から65歳以上の方へ接種券が大洲市から発送されました。そして5月の20日から80歳以上の方の電話予約が開始しております。そして5月22日にはさらに8190回の接種分のワクチンが大洲市に到着しております。そして今日5月27日より70歳以上の方の電話予約が開始しております。今日1日は大洲市コールセンターやや電話がつながりにくい状況だと思いますが、高齢者のワクチンは7月末までに希望者全員が接種をできます。70歳以上の方はできれば来週5月31日月曜日以降に予約をしていただければ電話がつながらないということはまずないと思います。また6月2日水曜日からはインターネットによる予約もスタートいたします。こちらの方もぜひご活用ください。ワクチン接種にあたりまして、もし不安な点がございましたらかかりつけのお医者さんにぜひ相談をしてみてください。コロナ禍の収束にはワクチン接種による集団免疫の獲得が不可欠です。どうか大洲市民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。